こんばんは。今日はちょっとした研究テーマを動画にしてみたいと思います。今やですね、ご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけれども、円野のウクレレ。円野のウクレレにはですね、一部の機種を除いて、BT ネックと呼ばれる取り外し可能なネックが装着されているんですね。うん。ですので、この動画では、こちら。 えー、円 M 6この M6 のですねネックを取り外してみたいと思います。でネックを取り外す前にですね弦これ弦張ったままと邪魔になりますので弦は緩めてしまいましょう。今回弦は交換しませんので、えー、ブリッジ側そのままにしてペグ側だけ外せば OK です。じゃあ実際外していきます。 緩めた弦をペグから外したらこんなふうに邪魔にならないように束ねて丸めてですね輪ゴム使ってほこう縛っときましょうねこれでネック取り外しの作業を始められますではお待ちかねメインディッシュですねネックを外していきましょう六角レンチを使って このネックヒールのボルトこいつを緩めていきますねよいしょうん一旦緩まったらあとは手でくるくる回して外せますほいこんな感じで刺さってるわけですねうんは、まあ、取れましたのでなくさないように 脇に置いておきますじゃあネック外しますね、えー、ネックはですね、えー、指板の方向に平行にずらしていけば外れるようになってますよいしょほい外れましたねじゃあじゃん分解完了って感じですかねじゃあネックの接合部についてまずボディ側から見ていきましょうか こんな感じになってますね。ほい。これ次手の補存側ですね、えー。ボディ側でネックを支える部分については、ボディの内部にですね、これだと、まあ、こういう形ですかね。うん。ブロック材が入っています。内側に。どんなウクレレでも、ネックの取り付け部分の、ボディの内側にはですね、こう当て木が入ってるんですけども、 円野の BT ネックのウクレレは、普通のウクレレに比べると、こう、サイズがですね、二回りぐらい大きなブロック材が入ってます。円、う、野、ん、のウクレレの重量がですね、えー、他のウクレレよりも重めになるのは、このブロック材の大きさ、重さも影響していると思います、うん。で、こっち見るとですね、さっきのボルトの穴のところなんですけども、うん、見えますかねちょっと光を。 うまく当ててられていいんですけども、うん、この奥に、えー、メスネジが埋め込んであるんですね。なのでネックを止めるこのボルトはですね、えー、木ネジとして噛むんではなくて、ここに埋め込まれているメスネジとこう噛み合って固定されるっていうことになります。まあ、しっかり固定されるようになってますね、うん。で、保存の部分の断面なんですけれども、 非常に精密というか正確な加工がされているのが見て取れると思います。えー、ネック側の継ぎ手とですね、えー、寸分の狂いもなく組み合わさるように加工されてるんですね。ちょっとネック差し込んでみますね。ここに。ほい。ここでピシッと。 綺麗にはまる感じですかね。非常にしっかり組み合わさってます。こういった加工はですね、えー、CNC 工作機械を使って行われるんですよね。要するにコンピューター制御の旋盤なんです。なので、えー、加工したい寸法のデータをコンピュータに入力すれば、そのデータ通りに機械が自動的にウィーンって削って加工するんですよ。 で最近の、まあ、近年のって言いますかね、えー、中華レレが侮れないのはウ訓レ政策のかなりの工程をですねこういった自動機械自動化機械で処理してるからなんですよね皆さん中華レレって聞くとですねどうしてもその安い賃金で何百人もの人を雇って人海戦術でやってるように思われがちなんですけれども売れてる中華レレやですね評価の高いものはこういった CNC の工作機械をたくさん導入してですね えー、大量生産、製作してるんですよねもちろんそのフレットを打ち込んだりフレットのバリを取ったりとか、うんまあ、接着をしたりとかそういう人手が必要な工程はまだまだたくさんありますけれども中国もでですすねね一昔前ほどは人件費もも安くないんですよ、ねうん、もちろんその日本に比べればねまだまだ安いんですけれどもいずれにしろこういった CNC 機械工作機械のような機械を使った自動化が まあ、ウクレレの世界でも肝になってるんだろうというふうに思いますね。じゃあ、えー、ネックの方もですね、ちょっと見てみましょうか。はい。ネックの方はちょっとカメラに近づけやすいので、じっくり見てもらえると思うんですけれども。うん。こんな感じですね。うん。非常に垂直とか、 うん、水平とか綺麗に切り出されてると思います、うん、で一つポイントなんですけれどもここに黒いポチがあるの見えますかねうんこれはあの円谷のビティ t ネックのウクレーには必ず入ってるんですけどもこれはカーボンのロッドなんですね、うん、このカーボンのロッドが指板の裏側を通じて、えー、ナットの辺りまで 貫通していますこれ何かっていうとエレキギターとかアコースティックギターってあの鉄弦で弦の張りが強いいじゃないですかですので張りっぱなしだったりとか緩めっぱなしだったりするとネックがこう、うん、まあ木ですから、まあ、湿気の具合とか温度の具合で反ったりこう逆反りしたりするんですけどもそういうネックの反りをですね防ぐために、えー、トラスロッドっていう反り防止の鉄の棒を入れてあるんですね。 まあ、トラスロッドは、えー、反った場合に調整するための機能も持ってるんですけども、で、円野のこの、えー、カーボンロッドはですね、うん、基本的には、うん、ネックの剛性を上げるための、まあ背骨のようなものですね、これが入ってることによって、えー、ネックに剛性が出て、うん、反りづらくなるという形になってます。M6 の場合は、えぇ、ー、芝がですね、えー、リッチライと、 合成素材を使ってますでリチライトはですねパルプ繊維をフェノール樹脂で固めてカーボンで着色した黒く着色した合成素材なんですけども非常に強度が高いんですね硬いんですよ爪でちょっと押さえたぐらいでは傷一つつかないぐらい硬いんですねうんで木材のようにですね湿気や温度なんかの環境変化の影響もほぼ受けませんからリチライトシバンそのものも、えー、このネックの ねじれや反りを防止してくれると思いますプラス、えー、センターに入っている、うん、カーボンロッドこれによって非常にしっかりしたネック円安、まあのウクレレの共通した特徴になると思うんですけどもそういうネックが形作られているということになるかなと思いますまあいろいろこう構造が入っている分ちょっとネックが重いっていう弱点はあるんですよね、うん、ネック自体も えっと M6 の場合はナット幅で3 7ミリですかねうんかつ、えー、割と太めのネックですここの幅が、うん、普通幅広の指板を持っているウクレレって薄めにネックを作るケースが多いんですけどもこのウクレレは比較的幅広の指板で、えー、肉厚のネックっていうことで、えー、まあ 言ってみればそのアコースティックギターに近いようなより心地のネックなんですよね。ここはボルトの穴ですね。ここにこうこんな感じでシュルルと、うん、入ってるという状況でしょうか。うん、さっきネック外す時にですねちょっと塗装面が少し割れちゃったんですけどまああのー んなの円安の遅れレ持ってる方で、えー、特に興味ない方は無理にネックを外さない方がいいと思います。こういう感じになったりするので。私はあのネタでやってますけどもね。うん。じゃあ一通り見たところでネック戻していきましょうかね。うん。ここに、ポコリと刺して。最初は手で回せばいいと思います。うん。最後、 閉めてあまり無理やりもう強烈に締める必要はないと思うんですよね。うん、うん、このぐらいでいいと思いますけどもはいこれで元通りになりましたね。うん簡単ですよね。僕、うん、僕喋りながら外したりつけたりしてるのであれですけども、うん、回して外して取り付けるだけだったらもの,の10秒とかでできちゃいまこ、うん、このボルト1本で外せるネックの構造っていうのはすごくなんでしょうね 画期的な印象を受けますね私としてはあと良かったです欠けたところは見えませんはい塗装が欠けたところは見えないので、うんえー、問題ないって感じですねちなみにこういうネックの脱着ができるウクレレを販売してるメーカーはですね私が知ってる限りエイヤだけですねただ実際のところですねネックが外せるといいこと何がいいのとうんそんなにないんですよねいいことってねう ネックだけどっかに売ってるんだったら買ってきて取り替えたりもできるんですけどもネックだけ売ってませんねうんじゃあ何のための BT ネックなんでしょうかという話なんですけれどもここから先は、えー、私ユークハウスの想像というかですね意見ですけれども、うん、大きく2つあると思いますね一つはですねウクレレのネックの取り付け精度の向上でしょう私もかなりの数、うん、中華ウクレレで購入してきましたけれども、えー、ネック あるいは指板の取り付け不良って意外と多いんですよ、うん、割とあります、うん、返品事案とかねでネックがこうそもそも傾いて取り付けられてたりボディからずれてネックや指板が取り付けられている、まあ、そういう不良って結構多いんですよね BT ネックはですねボディとネックの接合部をコンピューター制御で正確に切り削り出しますから取り付け不良の比率が激減する と思うんですね。もし仮にですね、えー、ネックかボディ側か削、うんまあ、ったところにですねどっちかにミスがあって正しい角度に取り付けられないとかはまらないとかそういう問題があればボルトを外してですね、えー、不良の部材を廃棄すすればいいんですよね、うんで。改めて正しく作られた部材を接合すれば、まあ、OK ということになります、うん、これが普通の製作工程だと、うん、ネックとボディっていうのは接着剤で固定されるんですよ。 ななのでで接着した後はもう修正が効かないんですよね。その後で不良が見つかったらです、ね、そのまま不良品で廃棄するかもそらく廃棄せずにですね、無理やりつじつま合わせて何とかごまかすかしかないんですよね。中華麗で外れに当たったっていうのは本来不良品のはずのものをつじつま合わせてごまかして何とか音が出るようにされたうぐレれなんかがあると思うんですよね。で購入した人がですね全くの素人だったらうん、まあ、それが悪いのかいいのか うん、そもそもわかりませんねわからないってことはこれはダメなんじゃないんですかとクレームもできないってことなので、まあ、泣き寝入りっていうか知らずに使ってるというか、まあ、そんな状況商売してる方は、まあ、クレームや返品がなかったらラッキーみたいな、まあ、そういうその志の低い人がウクレレ作っちゃうともう中華ウクレレっっっててのはもううなななんだって話になっちゃうじゃじいですかただね中華レレも競争が激しくなってますから、まあ、そんないいかげんなウクレレを作ってたら そういういいブランドはいずれ売れ売ななくなりますよねで、円野はですね割とそういうところはしっかりしてて品質についても円屋なりの基準を作って不良品が出ないように品質管理を十分してると思いますねそういう意味で円野、えー、の BT ネックはですね、えーまあ、職人のスキルがよかろうが悪かろうがそういったものに左右されず一番重要で難しいネックの接合っていうところをですね イージージに実現しようっていうこととなんんだろうと思う思ですねこれは円屋の中の人が言ってるわけじゃなくてユーカウスの想像なので、えー、念のためあしからずってところなんですけども、はい、もう一つはですね BT ネックの目的のもう一つうんブランド価値の向上だろうというふうに思いますねこれはそのウクレレネックはですね通常接着で取り付けられるのが普通ですし当たり前っていうところにこのボルトで 取り端が可能なネック構造を持ち込んでくれば当然先進的ってイメージになりますよねそんなの必要ないじゃんっていう風に考える方も中にはいらっしゃるみたいなんですけども例えばアコギですけどもアコギ昔はボディとネックっていうのはやっぱりこう接着ですよねにかわとかそういったもので取り付けるのが当たり前だったんですけどもそこに登場したのがテイラーですよテイラーのギターねうんテイラーは、えー、nt ニューテクノロジーネックっていう名前でパテントを取ってるんですけどもボルト止めで脱着可能なネックの構造を使ってるんですね。うん、NT ネックはですね、えー、ネックの脱着はボディ内部の2本のボルトを使って固定するっていう、まあ、そういう方式なんですけれども b t ネックは外側にあるストラッピン兼用のボルトで脱着するっていう、まあ、そこが大きな違いなんですけれども。 でやはりですね、n t ネックの構造はテイラーの数ある先進的な取り組みの中でも非常に評価されててですね、うん、今のテイラーの高いブランド価値の創出につながったっていうふうに思うんですね、うん、そういう意味では、ね、中国で高々かか2013年ですよ、創業した楽器メーカー円谷がですね、世界に認められるには、うん、やはりそういった先進性によるブランドイメージの向上っていうのが 一つの鍵にになっているというふうに思うんですよね先進性って意味では他にも円ヤはハイプレッシャーラミネートをボディに採用した X1 シリーズとかうんこれでもそうですよねにリッチライト使ってますよ、ね、うんそういう伝統的なウクレレの製作とか、えー、部材とはかけ離れた取り組みをこう積極的にしていますけれども結果として、えー、創業から5年ほど。 2013年ですか今2018年ですよね創業から5年ほどでですね中国でもナンバーワンのウクレレブランドになっていますからもちろん品質についても妥協しないで質のいいものを作っているってことも重要だと思いますねちょっと脱線しちゃいましたけれども、えー、今日はエンヤ M6 の BT ネックを取り外してみようぜという動画でした参考になれば幸いですご視聴ありがとうございました